し出した心を色つけたその君のその優しさって早起きした朝の雫みたい光へと吸い込まれそうなんだ。ふっとした時に気づくもの居場所を探してた私ここにいた。愛という日々が生まれてく今この時が続く場所がここにある。だから行くよ。高い体を見上げて泣いて寄り道なって楽しいそう思えるんで揺られるように私は歩いて行ける。歩幅を大きくすれば、でもそれには足を長くしないと。何かいいアイデアは。ありがとうございました。あ、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 
血出てる。ちょっと待って。確か。あったよ、消毒液と傷薬。あたしんち薬屋でね、ちょっと染みるけど。我慢してね。これで大丈夫。思ったよりうまくできた。あたし、チクタン。あたし、ビンチョウタン。私も仕事探しに行く途中なんだ。一緒に行こう。うん。行くよ。うん。いいですか？よくわからない人は手を挙げてくださいね。はい、じゃあ次の問題です。お嬢様、お食事の用意ができましてございます。ビンチョウタン、お誕生日おめでとう。実は用意して待ってたんだ。さあ座って。うん、
お仕事掲示板で拾ったんだ。これ5月7日今日だよ。めでたい、めでたいの。それはダメ。ごちそうさまでした。これは私の新発明、竹油ランプ発明。空を飛んでたあの子、誰なのかな。めでたいの。おめでとう。ありがとう。おはようございます、お嬢様。今日は日曜でございますので、どうぞごゆっくり召し上がってくださいませ。それは竹馬というもんだな。昔からあるものでな、今でも町で売っとる。私が考えた、私が考えたの。どうやったら町へ早く行けるかずっと考えてひらめいたんだもん。私が考えた新発明、私が
お嬢様、お抹茶でございます。外庭まで参りましょう。わあ、かわいい花。姫踊り小僧でございます。向こうにはどんなお花が咲いているのかな。ここまででございます。戻りましょう。今日のおやつは何？お嬢様、
よろしければご案内したいところがございます。え、今から？はい、今すぐでございます。お嬢様、ここでございます。どうぞ前の方へ。